かなり充足感の高い仕事だと思うんですよ。の社会的なその地位のある意義のあるあの仕事なんだっていうふうな自分たちに対する評価をしてほしいなっていうところがあるんですよ。でも、まあ、生活ができないほど給料が安いほど社会的な地位が低かったり、そんなバカバカしいことはしてはいけないでしょう。まあ、それは保育士なんかの問題と全部同じだと思いますけども、まあそういう意味ではあのそういう合理的な評価をしてね、でそして成功するっていうような、まあ、モデルがあの必要になってくると思うんですよね。私はまあ障害は幻想だって言ってるんだけど、まあそういう意味では障害という枠の人たちに対する話では別にないんだよね。障害が個性だっていう言い方も、まあ、あんまりにも雑白すぎて、まあ、そういうラベリングによってなんかこちら側とあちら側っていうような意識っていうのがなかなかと乗り越えられないってこともあるかもしれないよね。許諾の介護に関してはその主婦業や子育てをやってきた人のスキルっていうのはものすごくその重要で、昨日今日できないの。だからね、主婦は本当にいいです。断然スキルが高くて、まあ、ご自分のいい時間だけ自分のできることをやっていただくっていうような、土日だけとか日中だけとかっていう方に関しては、まあ、いつでも圧倒的に大募集ですね。で最近65ぐらい過ぎてから会社終わられたっていうような方なんかも手伝ってくれる方いますけど、これがまた社会人してるとね、社会性がとてもねありがたい方がいるんですね。でも面白いからさ、なんかなかなか出会えないような人やあの場所に居合わせてもらったっていうことのさ、驚きと喜びっていうものが共有ができるっていう人たちだけが今残っていくかなっていうところがあるね。あの介護業界はあまりにも楽しい。あまりにも楽しい。